ややこんばんは <laughs> こんばんはさっき七並べ当たった方がこちら方だといらっしゃるねありがとうこんばんは対戦ありがとう お花見大会どうだっったた楽しかったこんばんはこんばんはそう一回さ夕方に結構1時間ちょい配信したんだけどなんか寂しかったきもう一回しようと思って見え <laughs> ないと思ってたので嬉しい夜配信もあると甘思わかったわ <laughs> またやるの <laughs> またやるのってなっちゃうよね そうななんかなんとなくちょっと寂しいなと思って何か話し合いってなってくれんかなと思ってショールームしようってなった <laughs> こんばんはありがとう来てくれてちょっと寂しかった <laughs> こんばんはクレーパーありがとう マイキューいつ帰ってくるのかな広島にギャル <laughs> ギャルやらん今日はやらんバラありがとうクレープありがとうあ出た腹黒いいよいいよ 明日の夜までか寂しい話し相手がほらえ <laughs> 基本よくなんか寂しい時に舞ちゃんが一番話し相手になってくれるから舞ちゃんを呼ぶんですよお家に来てって言ってだから基本舞ちゃんとが来てくれる夜は寂しくないんだけど <laughs> ハートありがとうあの「七並ありがとう」2回ぐらいあっ,ったよね あいぽんちゃんのところに今の時間に行くとね追い出されちゃうからそう大抵い,いちゃんを呼ぶ時はねオキちゃんも呼ぶんだけどね2人が今日いないから <laughs> 寂しいと思って毎日アイドルですよ私そうなんですよ チャリティーコンサートあのさっきの配信の最後の方にちらっと言ったんですけどそう私名古屋とか言ってたんだけど名古屋じゃなかったです。と福岡とと大阪と東京でチャリティーコンサートが行われますと今瀬戸内が本当にあの7月の豪雨で大変なことになっているので豪雨災害で。 それのチャリティーコンサート STU がすることになりました大阪福岡東京でやりますそれでですねチャリティーコンサートの売上げの一部をと赤十字社に募金させてもらうっていうね STU 瀬戸内を中心に活動させてもらっているアイドルならではの考えなのではないでしょうかと 大阪が今大阪が今えっとメンバーが発表されてるんですけどあの一応全員出演みたいな感じになってるので皆さんよかったら来てくださると嬉しいですハートありがとうねえ東京とかもぜひ行きたいお大阪全部応募したいありがとう さやまるに会ってきたずるいよ私も寂しかったそうなんです大阪だけが今ねメンバー発表してるので大阪行くよーおおゆらに会えるならおもずるありがとう寂しくねにつられてきちゃったそう2回目なんです皆さんぜひ復興の一部として ライブも楽しみながらとね人うちのことも考えていただけると嬉しいですありがとうございます皆さんそうですね福岡あんまり行かないのであのもしね行けるんだったら嬉しいな私の第二の故郷でもあるので福岡は行きたいですね ドラフト当日以降かめっちゃ二月だもんねもうあれから半年経ったんか唐辛子食べさせられて泣いてたのなにそれよしよししてあげたい <laughs> クレーパーありがとう明日ウラジャですよねウラジャはね私出ないんですよ福岡おお。まだね出るかわからないんですけどもし 出れたら楽しみにしててください大阪ありがとう福岡公演の次の日がじゃんけん大会本戦だねもうそんな時か無料ステージほぼ罰ゲームなの私タピオカ大好き人間なので。 ラブラブタピオカつぶつぶタピオカっていう人間なので <laughs> タピオカ大好き人間なのでタピオカ飲みたいの最近飲んだのいつやろうでも言うて多分1か月以内に飲んどると思う明日はあれだね四国の方のお祭りです チェリーチェリーボーイチェリーチェリーガーな時かタピオカはタピオカ自身にはそんな味がないんですけど美味しいタピオカと美味しくないタピオカがねあるんですよもちもち度具合が違うんですよタピオカの日とかあるの8月のなんで8月の3日がタピオカの日なの いいな花火大会私も行きたいな花火福岡どうなんやろありがとう <laughs> 浴衣祭りの浴衣は多分ね貸していただけるんですよね私も自分のやつ持ってるんですけどねあゆた太郎さん今配信してるんだ タピオカ配信楽しかったねオキちゃんと iPhone 3人でやったやつ花火よりもゆらちゃんが見たいよありがとうございますなんか各地で今ねいっぱい花火大会あるんだけど広島は全然ね今年は花火できないから寂しいです花火大会神戸もあったんだ意外にってどういうことですかねえ花火大会普通にプライベートで見に行きたい 三つ浜行きたい今日花火大会多いらしいですねなんとなく結構大きくね部屋で花火したらわオがたですよ <laughs> 火事だしもう私配信中で部屋に部屋で花火とかやったらもう炎上しまくりですよヤー 家から花火見れるの最高じゃない私は将来あの花火がえのえっとベランダから見れるお家に住みたいです SK さんも花火の出てたんだよっしゃみんないろんな意味で炎上ですよ皆さん 夕方配信も来てくれたっていう人はーいクラクションがあった <laughs> 夕方配信見に来てくれた人 <laughs> おっ 見に来れた方も見に来れなかった方もいらっしゃるねじゃあ心理テスト続きやっていい楽しかったけん <laughs> もう一回やりたいんだけどハートありがとう若 <laughs> いもよく着替えたよよっしゃ来れてない人もいっぱいおったみたいけん 心理テストもう一回やっていい <laughs> そうなんかみんなとみんなのあの投票機能を使ってみんなと一緒にお昼に心理テスト配信をしたんですけど誰もありがとう <laughs> もう一回配信で。 心理テストやりたいと思いますイェーイっていう言ってたんだいいなークレーパーありがとう新しいお題でやろうさっきはねあの腹黒心理テストやったんですよそしたら私のルーム見てた人の4トはね腹黒度100%になっちゃったんですよ だからみんなが幸せになれる占いをやりましょう占いじゃない心理テスト面白いのないかなあこれいいね あなたの成功への道はお雨めのひらり色っぽいねほんとまだ始まってないから <laughs> 始まってないからクレープありがとうあなたの成功への道は目のまま間違えた クエスチョン目の前にある大きな山の絵そこに描かれている道は最もピンとくるものを選んでください目標を象徴する山そこにたどり着くまでの道はまさにそのプロセスあなたの目標クリアまでの課題を診断しましょう。誰もありがとうということで目の前に大きな山の絵があってそこに描かれている道の 道がどんな感じなのかを選んでくださいねそれではいきますよ1番太い道がまっすぐ一本山にの伸びている太いい道がまっすぐ一本山に伸びている2番本物の道が山に向かって伸びている本物の道と一本の まっすぐな道は何が違ううんだろう3番道は山のふもとに広がっている4番道は曲がりくねったりぐるぐる山を取り巻くでも「本物の道があ」って書いてあるんだよねここほら本物の道があってちょっとよく分からんねこれ。 ちょっっとよよく分からんけど、まあ、やってみよう投票スタート1番太い道がまっすぐ一本山に伸びている2番本物の道が山に向かって伸びているじゃけんまっすぐ伸びてるかまっすぐ伸びてないかってことじゃろうね3番道は山のふもとに広がっている4番 道は曲がりりりくねったぐぐるるる山を取り巻いている目の前にある大きな山の絵そこに描かれている道は山,山の絵があってそこに道があるんですけどそれがどんな道なのか皆さんの答えを聞かせてください本物の道っていうのは多分頂上までつながってる道だけどまっすぐなわけではなくてこうちょっとくねったりしてるっていうのが言いたいのかなこれは。1番 太い道がまっすぐ一本山に伸びている。二番、本物の道が山に向かって伸びている。三番、道は山のふもとに広がっている。四番、道は曲がりくねったりぐるぐる山を取り巻いたりしている。それではいきますよ。五、四、三、二、一、スタートスタートじゃない終了でーす。す お4番がめちゃくちゃ多いですね45.6%道や曲がりくねったりぐるぐる山を取り巻いているっていうのが一番多いですねその次が2番そして1番3番の順番になりましたちなみに私もこれは4番かな4番かな なんかこう山の絵があったらそこにピーって一本あるよりかはこうくね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 してる方がっぽいかなって思うそれでは発表していきましょうまず1番太い道がまっすぐ一本山に伸びているっていうのを選んだあなたあなたの成功への道は焦りやプライドを捨てて懸命にいきましょうあなたは そのもの、もズばり狙ったものは真正面からぶつかっていくタイプです勢いがあるうちは誰にも負けない強さを発揮するものの長期戦になると息切れしたり思わぬ展開に弱い傾向も事前準備や執着心を大切にしてくださいっていう答えでした1番の1本の道を選んだあなたはまあ、っすぐ突き進む,進むタイプっていうことですね焦りやプライドを捨ててくださいと そして2番本物の道が山に向かってて伸びている2番を選んだあなたは器用貧乏に注意して何においても臨機応変なタイプ挫折しそうになったらめげることなく方向転換新たな道を模索しそうただ道が一本に絞れないのもあなたの弱みあこれさあ 本物の道じゃなくてさ2本の道ってさ本当は書きたかったのかなこのサイトはそうじゃない多分2本の道って2本もの道だったんだろうね多分このネットが失敗しちゃったんだろうねただ道が1本に縛れないのもあなたの弱み大きな野望を抱くなら自分はこれという分野を持っていくのがおすすめって書いてあるそういう意味だったんだろうね <laughs> 多分2本ものって打ちたかったんだろうね2が抜けちゃったんだろうねこれ次「道は山の,ふも,とのふもとに広がっている」を選んだあなた山のふもとに広がっているを選んだあなたはこれは正解も不正解もないんですよね自分の力量を勝手に決めてしまうのがこのタイプ 傷つくことを恐れずに挑戦してください大きな夢を抱くより安定した毎日を選びがちとはいえ誰よりも黙々努力を重ねるのもこのタイプまずは本当に自分がしたいことから目をそらさずに失敗を恐れない勇気が肝心ですっていうことですねふも山のふもとに道がある選んだ人結構少なかったよねこれは黙々努力を重ねるタイプだって傷つくことを恐れずに 挑戦ししてくださいい何本もものかもしれないねそうかもしれないねそして私と一緒一番多かった道や曲がりくねったりぐるぐる山を取り巻いたりしているを選んだあなたいきますでれん世間や常識に流されない強さが肝心あなたはまさに夢追い人 目指す目標も前例のないユニークなものではないでしょうか試行錯誤することが多くその上周囲の理解は特にそうまずはどんな状況にもめげずに一度始めたことを貫く強さを持ちましょうということですね世間,常識世間や常識に流されない強さが必要だってあなたはまさに夢追い人ってさすごくない すごくない合っとるよね目指す目標も前例のないユニークなもの試行錯誤することが多いそんな状況にめげずに一度始めたことを貫く強さを持ちましょう貫きます頑張ります <laughs> そういうことですね 次どうしようかなこれやろうオタク活動みんなやめないでねこれしましょう次あなたの真のモテキャラ度はクエスチョンインスタ映えすると話題のものを撮影に行ったあなたあなたの選んだものって次のうちどれ インスタ映えすると話題のものを撮影しに行ったあなたあなたの選んだものって次のうちどれ今やインスタ映えするものとすいえば何でも大流行の催しありそこであなたの「モテはやされ」を診断してみましょう真のモテキャラ度を皆さん診断してみましょうインスタ映えすると話題のものを撮影しに行ったあなたあなたの選んだものって次のうちどれ 1, どんな夢やねん1奇抜なファッション軍団2デカ盛りグルメ3海外のリゾート地を思わせる集落4光り輝く黄金の鳥居それではいきますよ投票スタートインスタ映えすると話題のものを撮影しに行ったあなたあなたの選んだインスタ映えのものとは何 ?1 番奇抜なファッション軍団2番 デカ盛りグルメ3番海外のリゾート地を思わせる集落4番光り輝く黄金の鳥居皆さんどれですか奇抜なファッション軍団デカ盛りグルメ海外のリゾ,ート地リゾート地を思わせる集落4番光り輝く黄金の鳥居5かわいい浦さんはありません4だけど少なさ本当4もでも。 映えそうだよ映えそうあ私もこれ2個で迷ってる今2個で迷ってるうんどうだろうえー、でも映えを選ばせるっていうことでしょどうだろう映えるものでしょ えー、どっちにしようかなインスタ映えするものといえば1番奇抜なファッション集団2番デカ盛りグルメ3番海外のリゾート地を思わせる集落4番光り輝く黄金の鳥居どうでしょう皆さんそれではそろそろ終わりたいと思います 54321終了ですお3241リゾート地が一番多いのかな <laughs> みんな勝手に新しい回答作らないで私はですね皆さんお分かりだと思いますが2番のデカ盛りグルメです間違いないよ 絶対私がこうみんなにこうインスタ映えでこう見てって見せたいものといえばもうこの中だったらデカ盛りグルメ以外ないわって思うよねリゾート地もありかなって思ったけどまあやっぱデカ盛りグルメかなって思うよね <laughs> デカ盛りグルメです絶対私はそれでは答えを見に行ってみましょうまず1番の奇抜なファッション集団を選んだあなた <laughs> 新しい回答をねコメント欄でみんな作ってくれる、ね、まあ面白いからみんな新しい回答あったらどんどん書いてってコメント欄で1番の奇抜なファッション集団を選んだあなたはもてはやされど40%です自分自身を象徴する人を選んだあなたは 常識にとらわれるのが嫌いな自由人だからたとえ周囲がもてはやしてもそこに執着しないのがあなた内心喜びながらもスルーしている間にもてはやしてくれた人もどこへやらって書いてありますね1番を選んだあなたは結構「自由人」って書いてありますねはい次に私の回答は最後に置いといて3番当たってる 3番の「海外のリゾート地を思わせる集落」皆さん一番多かったこれをですね次見ていきたいと思います。3番の「リゾート地の集落」を選んだあなたはもてはやされど20不動の地を「地」ってこれね不動の地これね不動の地を選んだあなたは確かなものに惹かれる堅実派。 本当はもてはやされたい願望は誰よりも強いのに素直に認めることなくストイックに頑張りそうあなたの反応にもてはやす声も量,や量より質に変わって低め確実あんまりもてはやされないもてはやされないタイプだそうですね堅、はい、実派って書いてあるね次 4番「の光り輝く黄金の鳥」を選んだあなた4番光輝く黄金の鳥居を選んだあなたもてはやされ度は60ですメンタルの象徴メンタルメンタルの象徴神に関わる鳥居を選んだあなたは感受性が強く信頼する人への依存度の高い人 人の評価も人一倍気にしそうただし好き嫌いがはっきりしている分もてはやされた方も限られた人から集中的に感受性が強いって書いてある人の評価も人一倍気にしそうって書いてある好き嫌いがはっきりしているんですね60%ですこんばんはー今心理テストやってます次最後 私が選んだデカ盛りグルメデカ盛りグルメしかないじゃろデすごいデデ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 デはデデデさデデでで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 デデデデデ パワーの象徴職を選んだあなたは文字通りパワフルでその行動は常に一目置かれそう自分のパワーに自分が押されておっちょこちょいな面も否めないけどそこも魅力なタイプもてはやされすぎてますますモテキャラにこれ合ってる <laughs> 合ってるこれ回答見てないってばこれ押さないと見れないやつだからあ一目一目置かれる存在か その行動は常に一目を置かれそうおっちょこちょいな面も否めないけどそこも魅力になるタイプこういうところだねおっちょこちょいなところって一目だった <laughs> そういうところですね、はいはい、一目って言うんだね一目かと思って ねえめっちゃさ「見たでしょ」とかさ「答え見たでしょ」とか「やらせ」とかさ「押したかどうかわからん」とか言われるんだけどもう何なんもうじゃあ何なんそんな <laughs> そんなん言われてでも押してないもんは押してないもん。見てないよ 初見さんありがとうございます STU48 とドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりですよろしくお願いしますもう見てないってばそうなんかねもうやだ <laughs> 何やっても全部そうやって言われるからもう嫌になる <laughs> 本当に うん見てないのに本当に見てないもん。 もうやめようかな <laughs>。もうやめたい <laughs>。もうやめてやる。死んでてたなんか <laughs>。もうやだ。なんでこうなのいつも <laughs>。<お>うん <laughs> ういいやもう。 もうやだ。もうやだ。本当にもうやだ。もう知らない。もうやらない。もう本当にやらないから。ゆかりんさん。くまさん。ありがとうございます。だこ、ありがとう。 もうやらないもう終わるもう壇上読むほんとに壇上読むもういいもう怒りんだからねほんとクレープありがとうあんたありがとうもうやだもうやだもうやだやだ一回やだって思ったらもうやだもうやだやだもうやだ ありがとう。ともちゃん。 やりますラストにするこれでこれでラストやって終わる <laughs> ラストにしよう これやりますラストラスト今あなたに足りないもの診断これラストね今あなたに足りないもの診断いくよクエスチョン想像してください今日はバーベキューパーティーですところが会場で忘れ物が発覚しました。何が足りないのでしょう 今うまくいっていないのはもしかしたらあなたに何か足りないのかもしれません心理テストでそれを導いてみましょうそれでは1番肉や野菜などの食材2番炭3番栓抜きやトングなど小道具4番箸やフォークなどのフォークなどのカトラリーバラありがとうそれではクエーパーありがとう 投票スタートですバーベキューに来たあなたところが忘れ物がありましたその忘れ物とは1肉や野菜などの食材2炭3番ん抜きやトングなどの小道具4番箸やフォークなどのカトラリーなんでしょうか食材炭小道具カトラリー はいいくよみんなカトラリーは箸とかフォークとかそういうものですねバーベキューパーティーでの忘れ物とはこれがラスト心理テストだよみんな1番肉や野菜などの食材2番炭3番栓抜きやトングなどの小道具4番箸やフォークなどのカトラリー箸やフォークなどそれでは 投票終わりたいと思います。五、四、三、二、一。終了です。カン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 。お、三番がめちゃくちゃ多いですね。小道具。半数ぐらいかな。三四二一の。順番ですね。小道具。フォークなど。炭。食材ですね。 まあ、私はこれ4番の箸とかフォークかな忘れやすそうなものといえばこういうものかなって思うからあでも3番もありだなどっちにしようかなうんーえー、3番か4番で悩むなー私も一番多いの何だったっけ3番だったっけ3番だよねあでもまあ箸とフォークなどにしとこうかな 直感でゴありがとう私は4番にしますそれでは結果を見ていきましょうみんなコメント欄でのあの面白いボケもありがとう <laughs> まず1番肉や野菜などの食材を忘れたあなたはあなたに足りないものは充実感です バーベキューの主役食材を忘れてきたと考えるのはあなたが主体性なく生きているサインです自分で考えるのが面倒になってしまい周囲に流されるように生きていませんか今何をするべきか目的を明確にいたしましょうおーということですね、まあ、確かに食材を忘れるのは一番メインだもんねはい当たっていましたか皆さん 次2番いきます2番の炭を忘れたあなたは2番なのに3番になってた手が言うの2番で炭を忘れたあなたは今あなたに足りないものはモチベーションです食材を焼くために必要な炭がないと思ったのはあなたにも火がついていない証拠ですあなたにも火がついていない証拠ってどういうことやねん <laughs> これが好き、あれをやりたいという欲望が薄く毎日を淡々とやり過ごしていそう小さな幸せや喜びを大事にするところから始めてハート、だるまありがとうモチベーションが足りないそうです2番の方は何なんだろうね、あなたにも火がついてないじゃんこれして <laughs>、やかましいわってね次3番、一番多かった3番 せ抜きやトングなどの小道具を忘れてあなたに一番足りないものは今あなたに足りないものはビジョンです。あなたが忘れたと思った品はバーベキューが始,め始まってから必要だと気づくものばかり。言い換えれば段取りが悪いのです。次の段階で何を用意すればいいのか考える癖をつけていきましょう。ビジョンを練るのが大事ですよ。 はあ、どんな問題でしたっけバーーベキューであなたたが忘れたものは何っていう問題です考えなく次の段階で何を用意すればいいのか考える癖をつけていきましょうやかましいわやかましいわ分かっとるわそんな分かっとるけど忘れるんじゃん次私が忘れた私が忘れたもの 箸やフォークなどのカットラリーですね4番を選んだあなたいきますよじゃん <laughs> 4番を選んだあなたあなたに今足りないものは踏み出す勇気ですすべては揃っているのに食べるための道具がないと考えたあなたは状況が整っているのにためらってしまうタイプと言えそう まだ、怒ってないことを不安に感じる癖を改めていきましょう一歩踏み出して <laughs> やかましいわ踏み出す勇気がないあなた一歩踏み出してってやかましいわほんと皆さん一歩踏み出しましょう踏み出しましょう皆さんハートありがとう ということで、夜の心理テスト終わりたいと思います。皆さん、夕方に引き続き、夜も心理テストお付き合いくださり、本当にありがとうございます。本当にありがとう。<laughs> ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。